バニョーリリ、ソプラは、イタリア共和国ベネト州パドバ県にある、人口約3500人の基礎自治体。パドバ県南東部のコムーネ。ロビー5から北北東へ 15km、県とパドバから南へ 25km、キヨッチャから西へ 31km、州とベネツィアから南西へ 44km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、 バニョーリディ・ソプラには以下の分離集落がある。16世紀から18世紀頃にこの地を支配していたベネツィア共和国の貴族たちはベネツィア本土から離れた土地に豪奢な家屋を建て休息の地としていたがバニョーリディ・ソプラにもウィットマン家のビッダがあり現在でもワイン醸造が行われている。この地ではベネト州東部を中心に栽培される ブドウ品種ラボーゾーピアーベを主体としたバニオリ、フリウラーロという赤ワインを生産しており、2011年には DOCGY に認定された。中でもバニオリディソープラは中核となるクラッシュコ地区に指定されている。ありがとうございます。